ここより世界に痛みを。神羅転生。これは木の葉、むちゃくちゃじゃねえか。誰がこれをやったのかは明白じゃ。ジライアの小僧の肩にいた時と同じものを感じる。どうした？ナルト君が、ナルト君が木の葉に戻ってきてる。ようやく来たか。なるほど、この虫たちの反応はナルトだったか。それにあれは暁。今から一戦交える気だな、あいつ。キマ君、シノ君、私たちも。いや、やめておけ。どうして？虫たちが騒いでいる。ナルトのチャクラを感じ取った時からな。どういうこったよ。今までのナルトとは全く異なるチャクラを有している。とても修行を通して莫大な力を手にしたに違いない。ならばおそらくこれからの戦いは人外の規模になるはず。そんな戦いに加勢してもただの足手まといになるだけってか。そういうことだ。でも日向、悔しいけどここは抑え時だぜ。でも私はそれでもナルト君。渦巻きナルト。てめえがペイ。わざわざお前の方から来てくれると探す手間が省けた。てめえ、この感じどうやらお前は仙人になったようだな。ジライア先生と同じように。
俺もジライアから術を学んだ。ジライアは俺のかつての師だ。何？お前にとって俺は兄弟子。同じ死を仰いだ者同士、理解し合えるはずだが、死は平和を望んでいた。ふざけるな！お前らがやったこれの、これのどこに平和があんだってばよ！木を見て森を見ていない。お前には平和の本当の意味が理解できてないだけだ。おとなしく捕まれ。お前の死が平和へとつながる。ざけんな。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。俺の師匠を、俺の仲間を、俺の里を、こんなに仕上がったお前を俺は絶対許さねえ。デイダラが言っていた通りだ。話を聞くようなやつではない。ならば力ずくで捕獲するのみ。蹴りつけてやる。来い。これで終わらせる。やるな。戦術は切れた。終わりだ。なんで？私は。ナルト君が…
これは…素晴らしいものだな。なんでだ、なんでこうなっちまう。苦しい、苦しい。誰か俺を助けてくれ。俺はもう こんなことで諦めるなんて。それでも俺の息子かい？8本目の王まで封印が解放してしまうと、お前の意識の中に出てくるよう封印術に細工しておいたのさ。なるべくそうなってほしくはなかったが、でも成長した息子に会えるのは楽しみでもあったから、イーブンってとこかな。大きくなったね、ナルト。ナルトって俺の名前。なんで4代目が？だってお前の名前は俺が名付けたんだから、せがれなんだし。せがれ？じゃあ俺ってば。さっきも言ったろ、
俺の息子だって。父ちゃん、俺の四代目が俺の父ちゃん。キュービをお前に封じてからいろいろと大変だったようだね。すまなかった。ずっと聞きたかった。ん？なんでだ、なんで俺にキュービを封じたんだってばよ。キュービが俺の中にあるおかげでいろいろ大変だったんだぞ。お前にキュービのチャクラを封じたのはその力を使いこなすと信じていたからだ。強大な敵とぶつかった時お前を助けてくれる力になると。この葉隠れを襲う最悪の敵に打ち勝つ力になると、そう信じていたからだ。なの勝手だってばよ。ああ、勝手だった。でもお前なら、俺の息子ならできると確信していた。木の葉の里は潰されちまった。お前の中から見てたよ。それにジライア先生のことも知っている。あいつは、ペインはむちゃくちゃ強えってばよ。今まであったどんな敵よりも。ああ、でも俺はあいつを許せねえ。エロ仙人も里も全部あいつが潰しやがった。だから俺は。おそらくあのペインもかつてはお前と同じ気持ちで、そして結果として今の惨劇につながった。え？何もないところから憎しみは生まれない。大切なものを救おうとして戦いが生まれる。そしてそれを失うことで憎しみにとらわれる。じゃあ、あのペインも何かを失って今のペインになっちまったってのか？それはわからない。ただ、理由なき憎しみはないはずだ。結局のところ、忍びとはその憎しみとの戦いなんだ。どの忍びも憎しみと戦っている。ジライア先生は、この憎しみを終わらせる答えをお前に託したんだ。でも、だからって俺はペインを許せねえ。許すことなんてできねえ。ああ。四代目、教えてくれってばよ。俺ってばどうすればいい？答えは自分で探すんだ。その答えは俺にもわからないよ。そんなことできるわけねえだろ。エロ仙人や四代目すら分かんなかったことをこの俺ができるわけねえ。俺ってば頭悪いし、そんなにすげえ忍者じゃねえし、それに、お前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。本当に本当に俺にそんなこと。どこまで行っても子供を信じるのが親ってもんだからね。さて、そろそろ俺も行かなきゃならないかな。チャクラが薄れてきてる。封印を組み直す。だがこれで最後だ。この葉はまだやり直せる。頼んだよ。父ちゃん。どんな時でも俺はお前の味方だよ。
頑張れ、ナルト。ありがとう、父ちゃん。俺、やってみるってばよ。キュービーが消えた。一体何が。すでにキュービを制することができるというのか。こっからが本番だ。絶対勝つ。使いすぎた。この俺がどこまで。もはやお前に万が一はない。
諦めろ。お前こそ。な。俺が諦めるの。諦めろ。ナガト。ああ。平和がのこのこやってきたか。お前が本体か。お前がみんなを。俺が憎いか。仇を目の前にし。俺はお前と話をするつもりでここへ来た。けど他に確かめたいこともあった。確かめたいことだと？自分の気持ちを確かめたかった。仇を目の前にしたら俺がどうするのか自分でも分かんなかったからだ。で？やっぱてめえは許せねえ。今にもぶっ倒したくって震えが止まらねえ。ならばかかってくるがいい。それがお前の正義だ。お前を弟子にしてよかったわい。どうした？俺を許せないのではないのか。エロ仙人は本当の意味で理解し合える時代が来るって信じてるって言った。その答えをお前に託すって言われて、俺はただ弟子として認められたみたいで単純に嬉しかったんだ。それがどんなに難しいことか今になってよく分かった。そんなに簡単なことじゃねえってことも。だが俺を許せないことに変わりはないはずだ。俺はお前の死を殺し、仲間を殺し、里を潰した。この現実を目の当たりにし、お前は本当にジライア先生のザレ言を信じることができるのか。お前がエロ仙人の弟子だと分かったとき、どうしても聞いておきたいことができた。なんだ？エロ仙人の弟子であるお前がどうしてこんなことになっちまったのか。俺はお前の考えが分からねえ。お前は里を、仲間を大切に思い、そしてそれらを守りたいと強く願っているな。守りたいもの、大切なもの、かけがえのないもの、それかつての俺にも、そう思えるものがあった。今はもういない。すべて争いに奪われたのだ。偽りの平和。
そして野心、くだらぬ思惑が争いを生み、そして俺の大切なものを奪った。両親も親友も何もかも俺の前から消えた。俺は争いを憎み、それを生み出した世界を深く憎んだ。しかし同時にこうも思った。争いを止めることができれば憎しみは消えると。それがこの世に平和をもたらすことになるのだと。ならばどうすればそれが実現できる。答えは至極簡単だ。この俺が神になり、争いがなくなるよう世界を導けばよいのだ。そうすれば全てがきれいに収まる。俺のように憎しみを抱く者がなくなる。だから俺は俺のやり方で、俺の考える平和を実現させるために動いた。わかるか？これが俺の正義なのだ。ジライアの言っていた本当の平和などありはしない。あるのは何かを犠牲にして成り立つ平和だ。この呪われた世界に似合うのは呪われた平和だ。暁のペインとして人中力を借り続けたのも、俺の考える平和を実現させるためだ。すべては世界のために平和を考えてやったことだ。世界のために。そうだ。少しは理解できたか？ああ、あんたの考えは理解できた。ならどうする？このままおとなしく捕まってくれるか？それはできねえ。俺は今の今でもあんたのことが憎くて仕方ねえくらいだ。ではここで決着をつけると。でも。ん？仙人は俺のことを信じて託してくれた。なら俺はエロ仙人が信じたことを信じてみる。俺は最後まで師匠を信じる。愚かしいな。今さらジライアの言っていたことを信じて何になる。本当の平和などありはしないのだ。俺たちが呪われた世界に生きていく限り、そんなものはありはしない。だったら俺がその呪いを解いてやる。うん。平和ってのがあるなら俺がそれを掴み取ってやる。俺は諦めねえ。ふっ、それが愚かしいというのだ。諦めずにいれば全てが叶うのか、諦めずにいれば平和が訪れるのか、そんな考えでは何もつかむことはできない。救うことはできない。何も誰も。俺ってばバカだから、平和がどうだとかどうすればいいかとかまだはっきりとは分からねえ。でも諦めたら全部終わりだってのは俺でもわかる。うん。諦めちまったら夢も希望も何も叶えらんねえ。前に進むこともできねえ。そんなのは嫌だ。自分の道は絶対に曲げたくねえ。やはり子供だお前は。そんな幼稚な考えで本当の平和が訪れるとでも。できる。
俺ってば約束したからな。だがいつかは人が本当の意味で理解し合える時代が来るとわしは信じとる。なんか難しいってばよ。答えが見つからんかった時はその答えをお前に託すとしようかの。おっす、エロ仙人の頼みなら仕方ねえってばよ。約束は絶対に守る。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。師匠の意志は俺が引き継ぐ。そんで絶対に俺が叶える。本当の平和への道がないのならこの俺がゼロから作り出してやる。信じてくれる人がいる限り俺は。最後まで諦めねえ。よいか、ナガト。この先どんなことがあっても決して諦めるなよ。諦めることなくまっすぐに進め。きっとその先にお前の描く平和がある。ヤヒコが、コナンが、みんなが笑っていられる平和がな。わしはお前を信じとる。必ず平和をもたらすことができると信じとるぞ。諦めない心か。そういえば俺もジライア先生から教わっていたな。だが痛みと憎しみにとらわれそんなことを忘れてしまっていたが。ナガト。おかしいな。同じ死を持つ俺だ。あの時は持ち合わせていたはずなんだが。渦巻きナルト、お前の目はこの混乱の中で少しの曇りも見えない。お前の目は俺の輪廻眼よりも先が見えているかのようだ。お前は俺とは違った道を歩く未来を予感させてくれる。師匠の意志は俺が引き継ぐ。そんで絶対に俺が叶える。本当の平和への道がないのならこの俺がゼロから作り出してやる。俺は兄弟子、同じ死を仰いだ者同士理解し合えるはずだと前に言ったな。あれは冗談のつもりだったんだがな。お前を信じてみよう、渦巻。ナガト、あなた。コナン、もういい。俺には新しい選択肢ができた。諦めていた希望への選択肢が。それにだ、弟弟子が諦めないと言っているのに兄弟子である俺たちが諦めるわけにはいくまい。ナガト。でもその術は今のチャクラでその術を使えば。何なんだ。解道輪廻転生の術。一体何しようってんだ。
亡くなった者たちを生き返らせる。え、そんなことできるのか。木の葉へ来て俺が殺めた者たちならまだ間に合う。これがせめてもの償いだ。大切な人の死ほど受け入れられず、死ぬはずがないと都合よく思い込む。死に意味を見出そうとするが、あるのは痛みとぶつけどころのない憎しみだけ。ゴミのような死と永久に続く憎しみと言えない痛み、それが戦争だ。ナルト、お前がこれから立ち向かうことになってくるものだ。それでもなおお前には期待してしまう。お前はその道を迷わず進め、そうすればきっと。俺の役目はここまでだ。ナルト、お前だったら本当に。しまったんだ。ナガトの術が発動した。今頃木の葉の者たちが息を吹き返している頃だろう。そっか。今までのナガトにはこんな選択肢はなかった。でもこの子がナガトの心をこじ開けた。あの固くなだった心、ナガトを変えた不思議な子。そういや、お前はこれからどうすんだ。もう暁に戻るとは思いたくねえけど。暁は抜ける。もはや何の未練もない。ナガトの夢、ジライア先生の夢、二人の夢がお前に託されたのなら、これからはお前が二人の夢だ。ナガトがお前を信じたのなら、私もお前を信じる。私たち雨隠れは、お前と共に二人の夢を追いかけることにしよう。諦めないど根性、それから痛み、それが師匠と兄弟子から譲り受けたもんだ。みんなの意志を引き継いで、俺はまっすぐ歩いてみせるってばよ。これまでも、そしてこれからもな。今度こそお前は散ることのない希望の花であった。
よ。カカシ先生。よくやったな。みんなは？よく帰ってきた。ナルト、信じてたぞ。よくやったぞ。ナルト、待ってたよ。すげえ。すげえよ。やったね、ナルト。ありがとう。お帰り。みんな、お前が帰るのを待ってたんだ。みんなが。ナルト、大きくなったな。本当に。ナルト。やったじゃねえかこの野郎。まさかあんたがね、すごいじゃない。僕はナルトを信じてたよ。言って押すなってばよ。さすがはナルト君です。よかったナルト君。さくらちゃん、昔から変わらないんだから、いつも無茶ばっかりして。ごめん。でもさ、バカ。あれ、ありがとうナルト。4代目、今目の前に英雄がいます。